これか。心強いの。待ちわびたぞ。待たせてくれるわね。日焼けしちゃうじゃない。あなたは素敵。ちゃんと援軍を呼んでくださったのね、金沢様。もちろんじゃ。ご少々頼りにしてるわよ、お兄さん。おい元近様、一条と大友の軍が攻め寄せてまいりました。すまんな、手間をかける。光秀。いえ、参りましょうか。四国の雄、長宗我部元親は土佐を統一、四国制覇に乗り出そうとしていた。その野望をくじくべく現れたのは、かつて土佐から追放した公家大名、一条兼定である。兼定は九州の大友家から橘家、高橋家の軍勢を借り受け、土佐を奪い返さんとした。元親は吉見を通じていた織田配下明智光秀と共に、土佐の安定のため兼定討伐に乗り出す。元親と兼定、将の優劣は明らか。だが謎の女小少将の存在が波乱を巻き起こす。四国の将、四万十川の戦い。奏でよ、誠実にの。わらわも誠実に行くのじゃ。何者だお前は。わらわに何者かと問う。そっちこそ何者なのじゃ。こら、無礼ですよ。その方が長宗我部元親殿です。元親殿、娘の無礼ご容赦ください。船の積み荷に紛れて密航してきたらしく。わらわも父上のお役に立ちたいのじゃ。長宗我部、よろしく頼むのじゃ。長宗我部だ。元親でいい。戦は遊びではない。戦うつもりなら相応の覚悟をしてもらう。覚悟ならば船の積み荷に潜り込んだ時からとうに決めておるのじゃ。まったく困った子ですね。上等。土佐の地に返り咲かんとするか。その反骨の意志、上等。急
攻撃のための布陣を整える。本体は北より、熱動隊は南より進め。組み上げてあるとは周到。急ぎ義重を援護しろ。北にも敵が陣取っている。やつらを退け、本体の道を開け。道にいた敵は全て退けた。あとは別動隊の援護に集中しろ。南への道には敵が多いようだ。私が倒れれば攻撃はならぬ。慎重に進まねば。これだけではあるの。こちらから見つけ出し、叩く。進め。いい調子じゃない。後でご褒美あげちゃおっかな。敵将誠実に討ち取った。これより一条軍を
撃する。金沢様、大変。日本軍から敵が。手持ちの兵を分けて両方食い止めて。兵を分ける。破滅を急ぐ。はい、分かった。そなたの申す通りにしようぞ。開門。私には都合がいいけど。バカな。少ない兵をさらに分けてどうする。兵法を知らぬにも程があるぞ。不作の尻拭いをさせられるとはね。仕方ない。銀千代が南なら俺は北だな。進化しろ。ご少将はいつこいじゃ。おのれ元地か、わしのご少将を返さぬか。
食い止めよ。ほれ、その王様も出撃じゃ。開門。自ら城門を開け放つと愚かな大将を担ぐと下の者は苦労する。敵援軍は大友家の精鋭、金貞が画策したにしてはできすぎている。裏に知恵者がついているかもしれませんが、味方本陣はこの手村家の支援も多くて。に打ち取った。そのかされて兵を挙げたが、やはり無謀であったわ。無念ぞよ。土佐統一は四国制覇の序章。俺たちの戦いは始まったばかりだ。元近殿、戦勝おめでとうございます。ところで一条兼貞は今頃は大友を頼って海に逃れていよう。彼を捕らえなくてもよかったのですか。奴はあの女に踊らされていたに過ぎん。もはや再び兵を挙げる気概など残ってはいまい。オム、踊らされただけの一条は捕らえぬのか。元近は意外に優しいのじゃな。一条の再起がないならば土佐は安泰。元近殿、次はいよいよ青、そしてさぬき。簡単にはいかんだろうが、進む道は一つだ。はあ、四国制覇
に向けて突き進むのじゃ。いえ、もう密航は許しません。